私はパニコ、31歳。夫のマサトと賃貸マンションに暮らしており、お料理教室の先生をやりながら家事をこなす兼業主婦です。私たち最近入籍したばかりなの。半年後に結婚式を控えています。ただ最近マサトのお父さんが亡くなってね、厳格で無口な人だったけど、私とマサトを食事に誘ってくれたり、私の誕生日にエプロンをくれたり、素敵なお父さんだったのよ。だから悲しかったけど、優しいお父さんですもの。私とマサトが幸せでいることを空から願っているはず。泣いてばかりいられないと私たちは思うようにしていたの。ところがね、それから最悪なことが私に起こったのでした。とある日曜日、二人で結婚式の会場を決めに行くことになっていたんですが、マサトが運転する車に乗っていると、あれ、なんで今の角曲がったの？目的地と方角違うよ。母さんのところへ行くからだよ。え？義母はうちから車で5分ほどのところに住んでいます。え、なんで？今日のことを母さんに言ったら、自分も一緒に式場を回りたいって言うから。え？お母さんもって聞いてないわよ。ああ、まあでもさ、父さんがいなくなって母さんは一人でかわいそうだろ。ご近所さんには好かれてるけど、母さん素を出すのが下手で、心を許せる相手が俺以外いないから寂しいんだよ。パニコに話したら嫌だって言われるだろうし、話しにくかったんだ。にしたって急に困るわよ。これからはちゃんと事前に言ってね。この時私は結婚式場に義母が来ることをダメだと言わなかったの。マサトが義母と同居したいって言った時、私は新婚だし、できれば同居はまだ待ってほしいと言ってしまった手前、たまの外出くらいは一緒にしないとって思っていたし、この時点で私には義母はおとなしくて控えめな人に見えていたんです。私の料理教室に通っているご近所の奥様方からも評判が良かったしね。だけどそれは義母が厳格な義父に怒られるのが怖かったから猫をかぶっていただけだったみたい。義母の本性があらわになったのはこの日からでした。わあ、パンフレットで見た通り素敵な式場。そうかしら。ねえ、ここ貧相だしやめた方がいいんじゃない？え、そんな。パニコさんのお料理教室の生徒さん、つまり私の知り合いの奥様たちも来るのよね。こんな式場では格好がつかないわ。ダメ、却下。え？なんでお母さんが決めるわけ？私とマサトの結婚式なのに。そっか、じゃあ他のところにしよう。は？なんでマサトも私じゃなくてお母さんの意見を聞き入れるのよ。その日いくつか式場を回ったんですが、義母の気に入る場所はなく、結局全然決まらなくてね。さらにはその後も私の決めたドレスやタイムテーブルにまで口を出してくる始末。あのさ、結婚式のあれこれを決めるとき、お母さんを同行させるのはやめない？え？なんで？話がややこしくなって決まるものも決まらなくなるからよ。わかった。マサトは不満そうでした。でも仕方ないわよね。そもそも私たちの結婚式であってお母さんの結婚式じゃないし。さらに別の日、その日は日曜で、マサトは仕事が休み、私は料理教室の授業がありました。私の授業が終わった後、マサトと二人で外食することになっていたんですが、あ、マサトが車で表に着いたみたい。マサトから LINE が来て、私はビルの外へ出ました。すると、こんばんは。え？あ、お母さん？マサトが運転する車の後部座席の窓から義母が顔を出したのよ。うちに母さんが来ててさ、母さんも来たいんだって。勝手に連れてくるなんて言ったばかりなのに。そしてレストランに到着し、
義母がトイレに行ったタイミングでマサトにこう言ったの。ねえ、なんで私に何の断りもなくお母さんを連れてきたの？え？だってパニコは料理教室の真っ最中で俺の LINE に返事する暇なかったろ。勝手に連れてくるのはやめてって言ったよね。確かに式場の下見に勝手に同行させたのは悪かったけど、食事くらい別にいいじゃないか。そこで義母が戻ってきて話は中断。その後は私がわからない昔話を義母とマサトがしていてね、私は黙々と料理を口に運んでいたんですが、ああ、ごちそうさま。あ、店員さん。食事を終えた義母が急に店員さんを呼んだんです。そしてメニュー表を見せながら、これとこれとこれ、テイクアウトお願いね。義母が指さしたのはどれも高価な料理ばかりでした。お母さん、パートすらしていないはずなのに大丈夫かしら。数十分後、店員さんがやってきて義母にテイクアウトの料理を渡しました。ありがとう。じゃあ行きましょう。はい、これ伝票。当たり前のようにマサトに伝票を渡す義母。え？あ、任せて。ちょっと待って、うちが全部払うんですか？当たり前だろう、母さんは働いてないんだから。だって高価なテイクアウトばっかり。何それ、シュートメイビリー？違いますよ、うちも家計が大変なのに。だから何、シュートメにご飯をご馳走してあげたいって気持ちすらないなんてひどい嫁。最低ね、あなた。パニコ、母さんがかわいそうだろ。母さんいいよ、ここは俺が支払うから。ちょっと待って。私が呼び止めるのも虚しく、マサトはさっさと会計を済ませてしまったの。しまいには、あー重い、パニコさんこれ持って。なんと私にテイクアウトの料理と自分のカバンまで持たせてきた義母。なーにその顔、なんか文句あんの？いや、こんなのあんまりですよ、文句しかないです。黙りなさい、シュートメイビリして、あなたが文句言える立場？ほんとだよ、パニコは最低だ。もう腹立たしくて、この夜帰宅後はマサトとかなり言い合いました。その際に発覚したんですが、なんとマサトは義父が亡くなってから義母につき15万円ものお小遣いをあげていたことが判明。というわけで私はマサトの通帳と銀行のカードを没収したのよ。義母のせいでうちの家計が破綻したらたまったもんじゃないもの。しかしこの日から私たちの夫婦仲は最悪に。新婚だけどマサトと離婚した方がいいかもしれない、そう思うようになったんです。そして結�婚式の1ヶ月前、相変わらず険悪な雰囲気の中夕食を食べていると、あのさ、式の後の新婚旅行だけど、あれ日にち変えるから。は？今から2週間後にする。何言ってんの急に。母さんが新婚旅行に同行したいって。え？はい？新婚旅行にお母さんもついてくるってこと？二人で行くものでしょ、新婚旅行って。いいだろう、母さんは一人ぼっちなんだから。お前は本当に冷たいな。ああ、それから友達と一緒に来るって、だからプランとか変更しといて。はあ？お前の料理教室の生徒さん連れてくるってよ。母さんがみんなにホテルのホームページを見せたら自分たちも行きたいって言ってきたらしい。こいつもう無理、限界だわ。おそらく私の料理教室の生徒さんたちは私とマサトの新婚旅行だとは夢にも思っていないはず。義母がただの旅行設定にしたから、それなら行きたいと言ったんでしょう。生徒さんたちはみんな常識的で、新婚旅行に乱入するなんて非常識な考えを持っている人はいないもの。あー、もう我慢ならないわ。そして私はとある行動に出たの。マサトと義母に報復するための行動にね。2週間後、旅行当日、マサトと私は義母と
駅で待ち合わせ、電車で空港まで行きました。料理教室の生徒さんたちとは空港で落ち合うみたい。で、空港に到着するなり、義母が私にこう言ったのよ。マサと飲み物とお菓子買ってきましょう。パニコさん、私の荷物とマサとのカバン持ってって。それからキャリーバッグもここで見てなさい。あと少しでお友達が来ると思うから、そしたら皆さんとここにいてちょうだい。お断りします。は？それと旅行はマサトとお母さんお二人だけのプランにしましたから。てか私30分後に飛行機に乗らないといけないので。え？何言ってんだよ。俺たちが乗る便が飛ぶのは1時間後だろ。私が乗る飛行機は別なので。どういうこと？パニコ、自分勝手もいい加減にしろ。いい加減にするのはあんたたちの方よ。そこで私はカバンから離婚届を取り出したんです。離婚？あなたたちと家族をやるつもりもうありません。私は実家に離婚したことを報告するためにしばらく帰ります。待ちなさい。マサトが離婚なんてしたらご近所さんに変な目で見られるじゃない。なんて説明しろってのよ。だからそれを説明するためにわざわざあなたたちとここに来たんです。は？そこでいつの間にか義母の背後にいた義母のお友達の奥様方が。離婚ってどういうこと？ざわつき始めたんです。違う、これはパニコさんはちょっと今暴走して。暴走なんてしていません。当然のことを申し上げているんです。息子夫婦から平気な顔で月15万円の仕送りをもらって、さらにここぞとばかりに私たちの外食に同行して高価なテイクアウト料理を買わせて。え？月15万円奥さん、息子さん夫婦に月5万円ずつ渡してるって言ってなかった？それは義母はきっといい姑アピールするために皆さんにそんな嘘をついていたのね。さらにこうして息子夫婦の新婚旅行に平気で同行して。え？新婚旅行？そんなこと聞いてないわよ。でも結婚式は来月なのに。マサトがお母さんのためにってスケジュールを変更しろと。そういうことだったのね。パニコ先生ごめんなさい。まさか新婚旅行だったなんて。私たち帰りますから。まあでも私は新婚旅行には行かなくなりましたからね。離婚しますし。ほら早く離婚届にサインしてよ。ダメよ。マサトがバツイチにでもなったら世間体が。世間体？何言ってるのあなた。パニコ先生がかわいそうよ。え？そうよ、散々な目に遭わせて離婚もダメだなんて。この際だからモヤモヤしてたことはっきり聞いちゃうけど、あなた最近若い男の子と腕を組んでよく歩いてるじゃない。はは、もしかしてその若い男の子にマサト君からもらったお金あげてるんじゃないの。母さんどういうことだ。生活が苦しいって言うから渡していたのに。違うのよ。お母さん、お父さんがいなくなって寂しくて。俺、母さんとは縁を切る。縁を切るですって？そんな、私を本当の一人ぼっちにする気。その若い男と仲良くしたらいいだろう。俺はもう知らない。ひどいわ。そこで義母が泣き始めちゃいました。パニコ、これでもう母さん絡みで苦しめることはない。俺と一緒にこれから新婚旅行へ行く。いやいや無理だから。え？あんたへの愛情なんて綺麗さっぱり冷めちゃってるし。そうよね、これだけのことされちゃうね。私も新婚旅行に姑を同行させるような夫と一緒のお墓になんて入りたくないわ。そんな言っておくけど、結婚式のキャンセル費もマサト君が支払うのよ。パニコ先生は払う必要ないわ。なんで？当然でしょ。パニコ先生は何も悪くないもの。俺そんな金な。ないなら
身を粉にして働きなさいよ。そんな、ごめんってば、許してくれ。マサトはその後も渋っていましたが、離婚届にサインしてくれましたよ。私はその離婚届を持って泣きじゃくるマサトの義母を放置し、さっさと搭乗口へ急ぎました。その後、マサトは宣言通り義母と絶縁。旅行のプランの代金は事前にマサトが支払っていたけど、それどころじゃなくて結局旅行は行かなかったそうです。それと義実家って義父からマサトが名義を継いでいてね、義母は家から追い出されてしまいました。義母が入れ込んでいた若い男はホストだったみたい。散々貢がされた挙句、結局相手にされずに残ったのは借金だけ。ということで義母はマサトに追い出されてから行くあてもなくお金もなく、外で段ボールハウスで暮らしているそうよ。マサトの方はどうなったかというと、一人ぼっちになって生活がすさみ、結果会社を辞め家と土地を売って遠くに引っ越したんだとか。現在は古いアパートに住み、慰謝料と式場の費用、旅行代金などでできた借金の返済のためにひいひい言いながら日々を過ごしているそうです。で、一方の私はというと、一旦実家でのんびりして次の料理教室の授業の時には住んでいた町に戻りました。落ち着いてから引っ越して一人暮らしを始めたのよ。離婚して一人分の家事しかやらなくてよくなったから、前より時間ができ、料理教室の運営により一層力を入れた私。 SNS を頻繁に更新するようにしたら出版社の目に留まってね、なんと今度料理本を出すことになったの。いやー、離婚してからいいこと尽くしです。そうそう、この間料理教室の授業の後、奥様方と話をしていたんですけど、先生、今度本を出されるんですって？ええ、そうなんです。私絶対買います。あ、サインもいただいていいですか？もちろんいいですよ。サイン書いたことないですけど。あ、そうだ、私の友達が先生に料理を習いたいって言ってるんです。今度連れてきていいかしら？あー、私の知り合いも来たいって言ってたんです。いいですか？はい、ぜひ。お目にかかるのが楽しみだわ。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。